はい、アイランドファクトリーのルカポトです。バタバタです。アルコール製品の部下その1のスケベードです。はしょったね、よろしくお願いします。よーし、やるです、やるですよ、やるずらよ。今回もあれ、チームにルカはいないってことは、あー、ルカパトと接触チームでござるね。ってことはルカパトがケルビンかな。そうだね、もうローラー嫌でござる。わざわざ一人だね、今回は。そうね、一人でござるな。あれか、痛いでござる。トラップだよ。ヒーヒー、神様。もう後ろ取られてる。あのチャージャーはどうしようもない。いや、忍者には祈ってはいけないと思う。そうなんだ。忍者を神に塗らねえと、あの先人の人が言ってたようになるからね。それまたちょっと違うやつだよね。それはあっちでござったな、族の方であったね、ござる。いやー、いって負けた。ローラーでござったか。真ん中これもしかして、あ、越えられるんだ、ここ楽しい。今完全に巣だったよね。いや、楽しいでござる、これマジで。ここをこういけるのは楽しいでござるね。おお、危ないでござる、危ないでござる。いた。あ、奥行った。いってー、ローラー。真ん中戦いづらいかな。でもあれ地味にさ、真ん中さ引っかかるんだよね、あれ。まあ、ね、遅くるともう普通のああいう並べ系っていけるはずなんだけど、引っかかるんだよね、イカじゃないと。いやー、ここら辺はそうでござるよね、こういうビーバスパークみたいなステージは。あ、くそ、届かなかった。やべ、チャップに詰められてるね。いいところはもうこれで来たかも。オーラいるね。あー、それやられるか。せっかく忍んでたのに、あいつ慎重でござるな。ここでござる、助けてござるよ、ごぜるよ。危ないよ。うわ、こんなとこにチャージャーがいるところね。うわー、いつの間に貴様。カメラに、うわ、いってやられた。チャージャーだけかと思ってたら、甘かったござるね。なかなか荒らされっぷりがひどいことだな。一人なんか抜けてきてんの、あれパブルだな。ワトソンだろう。はい、あくは、あぶねえ。ぶつかったな。ぶつかったな。で始まるかな。やったでござる。おーし、荒らすでござるよ。最後はやはり荒らすのが一番でござる。うぇー、助けてー。おっそい、最後のジャンプが。わあ。勝ったんじゃないかな。やったでござるか。やったな。やったか。やった。やったでござる。いやー、いいでござるね。忍者。俺、なんかあの黄色い髪の後輩からもらったんでござるよ。アロアのモールだ。おー、またしてもでござるね。お、わたわたどんどんチームでござるね。3人一緒並んね、今回は。俺今時なんだっけ。何でしたか。開けそうでござるか。久しぶりだな、使う。変えてきた。出るから。よし、やるでござるよ。一戦だとね、一戦じゃねえや。パーブルだとね、ちょっとね、やっぱ縦回りが狭いんだ。いやー、まあ、この数字じゃきついでござる。痛いでござる。ああ。よし。9番としてですが。やったでござる。お前だったのかでござる。というよりローラーがパブロ巻いている。うわぁ、痛い。巻きた。どこにいられちゃうな。あれ、ということはルカパトのはどれを使ってるんだでござるか。そっか、二人敵か。そうでござる、分かんないでござる。普通になんか縄張り楽しんでた。どういうことでござるか。そうですね、なんか気持ち的で2人を見つけて倒してた。いってね。あー、やばいでござるか。
タスピアタイプのパブロか。こういう逃げ方があったらござらない。あさっき。何やバリスピアスピアだったか。完全自己人形するでござる。痛い。ダメージ食らったところをとどめ刺された。まだあだに。あん抜きだからね今。珍しく。ああ。なんで？ええー。だけど絶対帰るでござるよ。これが忍者の必勝の手。あぶね。勝った。おー危ない。俺の勝ち。出るのがちょっと早かったな。あーミサイルでござるか。ずっと戦ってるのは見えてたんだよね。右左で。なるほど。てかそもそもマルチミサイルの時点で誰か左にいるなーと思ったんだけど。さすがに恐怖の方が立ってくれなかった。危ない。当たれ。よし。もう逃げられないでござるマジで。逃げられねえぜ。やべザップが荒らしてる。なんか言ってる場合じゃない。うわっ、こっちもパブロ荒らしてるでござるな。おお、意外と危ねえ。やるねえ。最後は行くでござるよ。後ろめっちゃ攻められてねえか。いったん、うわごめんな。いやーローライ一撃はやっぱ強いでござるな。もうどうなんだ、厄介でござる。うん、負けた。分かんねえぞ。俺は厳しいところでさすがに。ああ全然余裕でした。武将がいたでござるか、うちのチームに。うわっ怖ってない。いや肝心しか殺してなかったんだござるねみたいな。デボン、またここでござるね。あら、またあれ、またじゃないでござる。敵じゃない、覚えてないでござる。前の味方が。あれ、分からん。ちゃんと自分を塗れでござるよ。あー、インクがどう。えらい静かでござるね、なんか。そうかな、あぶね。やばいでござる。あぶねー、突っ込まれてるのでござるか。リッターでもいいのか、チャージャーでござったか。おお、びっくりした。うわ、インクはまあやるでござるな。いや、あのスプラスコップやるでござるか。よし、あぶねー。だとは言えど、この状況から筆に勝つとは大したもん。あれ、こんなもんあったかな。インクがない、インクがない、インクがない。一発当てたのにな、直撃。危ない危ない危ない。一発くん、わあ間違えた。行っちゃったよ。もうスプラッシュボムの吸引力嫌でござるな。ブラックホール生み出してるでござるよ、あのボムは。本当にやばい。メクロース。いやー結構荒らされてるでござるね。荒らされてるなー。いやー塗るのも大変でござる。思ったら誰かいるでござる。おお、人が。うわ、ひどいでござる。ちょっとさっきからなんでござるか、ボムが。インクがないんだ、インクが。うわー2人いるでござる。いてー。おお、助かったでござる。助かってはないけど。よかったでござる、なんとか。ここであそこを2人倒したのか。大変でござったが。上にいるかな。ああ、可能性はなくはないでござるかね。メイクロス。あ、ちょっと待って、ちょっと待って。危ない。一人いるな。うわあ、めっちゃ上にいるでござる。やばいでござるよ。ああ。10パで逃げられなかった。後ろが
あのインク濡れないところで当たったら。いやーくっそあと一発。もっと早く当てていれば。なんつって。厄介だからね。今。うわー、そしたら勝ってくんだよな。甘いでござるよ。このなんだっけ、ハイパープレッシャー甘いでござるよ。やられた。うわ。これはもうやばい。ワンチャンあるか？なーい。結構ギリなんだよ。そうだねー。3%ほどでござるね。ああ、それなりに。牽制